お稽古です。バイオリンの教室の先生は僕に聞きもしないでいつもおっしゃるのです。今日は大変お上手ですね。先生は僕のお母様にだらしのない声でいつもおっしゃるのです。お坊ちゃまは天才でございます。僕の優しいお母様はすぐその気になっていつもおっしゃるのです。立派なバイオリニストになるのですよ。だけど僕の大好きなのは大谷みたいな選手、 YouTuber のヒカキンなんだもんね。バイオリニストにだけはなりたくない。僕の優しいお母様が僕の顔を見るといつもおっしゃるのです。今日はバイオリンのお稽古です。